実業家のホリエモンこと、堀江貴文、氏が5日、ツイッターを更新。政治家女子48党、旧 NHK 党の所属で、自身が秘書を務める、副党首の斉藤健一郎議員に発破をかけた。ガーシー容疑者の議員除名により繰り上がり当選した斉藤氏。議員になるや、昨年7月に千葉市内で自動車運転中20キロオーバーのスピード違反をし、千葉県警に摘発されたものの、交通反則切符の作成を拒み、今年3月までに複数回にわたる出頭要請に応じていなかったことが、週刊文春で報じられた。斉藤氏は文春の取材にスピード違反の事実を認めた上で、切符を拒否したのは取締り方に不満があったため拒否した、出頭要請は無視していないなどと答えている。斉藤氏は自身の YouTube チャンネルで当時について、東京から千葉に向かって、京葉道、道を走っていたが、私が走っていたところは80キロ制限と60キロ制限のところがあった。前にパトカーがいたが、50キロで走っており、そこは80キロ制限と思っていたの。で、それを追い抜いたら、パトカーが後ろについて、止まりなさいと言われた。ただ、納得できないので、切符は切らずサインだけしてその場は別れたと状況を説明。その上で、こちらから連絡しても繋がらないし、向こうから連絡してもこちらが出られない、ということが続いたと主張した。斉藤氏は交通違反の取り締まりについて、国民の不信感があるとして、警察庁からレクチャーを受けた、と言い、ツイッターに、警察庁の方から乗るまで、ポイントや罰金を集めるようなことは、一切ありません。ここの部分は、明確にな、定がありました。それは信用したいと思っていますが、現場レベルで、の実態については、警察庁では把握しておりません。との回答でしたと、投稿している。この投稿に、堀江氏は、そ、で官僚の嘘つき技法やろ。上は知りません。だけど、現場が、ノルマ設定して、クソみたいな交通違反を形式的に、取り締まってるかもしれませんが、知らないことにしとき、まあすって話やろ。と怒りをぶつけた。さらに、国民は、あの警察の、ノルマ取り締まりに怒ってるよ。国会で質問しなさい。警察のノルマ取り締まりをぶっ壊す。などと斉藤氏に発破をかけている。Thank you.